はシエルです。私の大好きな海外ドラマの DVD がない、全部メルカリで売っちゃいました。はい、というのは冗談で、私の海外ドラマ DVD コレクション、こちらマイツタヤと呼んでるんですけれども、そのマイツタヤで使用している今日は収納ラックについて動画を撮っていきたいと思います。はい、この後ろにあるラックなんですけど、よくどこで買ってるんですかっていう風な質問をいただくことも多いので、今日はそのラックについていろいろお答えしていきたいと思います。 DVD が全くない状態です。これ後でまたはめ込んでいくのめちゃくちゃ大変なんですけど、今日はそちらのはめ込み作業まで全部お届けしていきたいと思います。はい、いつもこちらのラックはネットで買ってるんですけれども、オーダー収納スタイルというサイトで、オーダーマルチラックというものを購入しています。幅、高さ、奥行きを選べるタイプのもので、1センチ単位で、幅とかも選べるので、お部屋のサイズに合わせて注文することも可能です。こちらのラックは、幅が90センチ、そして高さが178センチ、そして奥行きが19センチというものになってます。で、私はこの90センチのタイプのものが1、2、3、4、4つ、それと半分のサイズ45センチ、45センチが2つ2本ある感じです。19センチの一番この奥行きが短いタイプのものだと幅を取らないんだよね。壁みたいなイメージ、ラックの壁みたいな感じで、はい、いつもね壁に合わせて置いてしまっています。私はいつもホワイトなんだけど、ウッド系、木の木目の茶色っぽいものだとナチュラルとかナチュラルブラウンとか、ダークブラウンとか、薄い色から濃いものまでいくつかあって、あとこれ黒のバージョンもあるのと、あとウッドバージョンの白みたいなものもあって、8種類ぐらいの色味がありました。なのでお部屋に合わせてこう選べたりするのはすごいいいなと思います。ちなみにね、いろんなオプションがあって、これにね扉をつけれたりとか、板の枚数増やせたりとか、いろいろあるんですよ。それで自分の好きなようにオーダーしていくらかみたいな感じなんですけれども、で、まあうちにある DVD ラックをさっきねネットで調べてみたところ、90センチ幅のものだとだいたい2万5千円でした。なので、まあこれにね扉をつけたりとか板増やしたりとかになると、少しプラスかかってくるかなっていう感じです。ほんとシンプルなのがすごくいいなと思っています。で、こちら大好きなバーンノーディスなんですけれども、これをこんな感じではめ込むと、ここ1センチぐらい空きますが、19センチだとこんな感じで収納されます。こんな感じです。寂しい。奥行き19っていうのが多分一番短いもので、コミック、CD、DVD、文庫本とかだとこの奥行き19センチがちょうどいいようです。で、奥行きがもうちょっと31センチとか40とかもあって、そういうのだともうちょっと大きい本とか書類とか、そういうものを置きたい人はちょっとこう奥行きが深くあるものっていうのかな、そういうのを選ぶと良いかなと思います。横幅に関してはマックス90と書かれていたんですけれども、120という横幅のものもありました。ただ120の場合はね、真ん中にねちょっと線がピーって入る感じだったので、多分安定感がこの90がマックスなんでしょうね、重みとか考えると。はい、というそんな感じでした。はい、それでは DVD4000 本を収納していきたいと思います。はい、完成です。これ結構時間かかると思うんだよね。はい、じゃあ行きましょう。
はい、ということで DVD4000 本を無事収めることができました。いや、めっちゃ時間かかった、思ってたより。当分はちょっとやりたくないぞ。はい、という感じでした。はい、このラック178センチってさっきお伝えしたんですけど、 DVD だとね、こう結構しっかり綺麗にね、ぴっちり高さ的にもハマるんだよね。中にはちょっとちっちゃめの DVD があって、そう、このサイズなんだけど、あ、ちょっとギャラクティカとかここら辺ちょっとぐちゃぐちゃだね。例えばこの辺りとか有名かな、まあ、X ファイル、このね、コンパクトボックスとかになるとちょっと高さが小さいんですね。なので、横にあるのがまあ通常のこの高さだとしたら、少しこれよりここが短い感じで、高さを短くして板をはめてる感じです。板のところこうやってネジまでしっかり締めて、厚めのしっかりした板を置いている感じです。確かこれの薄いバージョンも、もうちょっとこう弱いバージョンもあるんだけど、やっぱ DVD とか本とか置くのであればしっかりした方の板をおすすめします。じゃあちょっと有名どころ行ってみる。ロスト、シークレットアイドル、ハンナ・モンタナ、上にナイトライダー、メンタリスト、でこれは定番プリズンブレイク、プリズンブレイク、ウォーキングデッド、ヒーローズ、ブレイキングバッド、懐かしの名作、奥様は魔女。このシリーズの DVD ボックスめっちゃ可愛いんだよね、カラフルで。これもともとあのモノクロのドラマをカラー化してるんだよね。すごいですよね、技術が。あとはグリーとか、セックス&ザ・シティとか、個人的おすすめはデスパレートな妻たち。あとはまあ上に24シリーズがガガガガガーっとありますね。はい、ということで今日は DVD の収納の動画でした。いや、4000本思ったよりもね、時間がかかりました。私の中では30分から1時間ぐらいでいけるかなと思ったんだけど、3時間かかったかもしれない。多分その理由がね、その私のこだわりできっちり埋めたいんですよ。で、好きなシリーズは自分のこう目線のところに置きたかったりとか、ある程度 DVD 置いてからのロングヒットシリーズが出てきて、このロングヒットだとここまで幅取るからここのスペースには置けないけども、この辺りの位置に置きたいみたいな感じで、すごいなんかぼーっと考えながらとかしてたら、もう本当に時間がかかって、久しぶりに結構来ましたね、体に。あの、もしね、皆さんも本とか、まあ、DVD とか、まあ、CD とかで、あの、ラック探してる方がいたら参考になればなと思います。部屋に合わせてナチュラル系の、そのウッド系のものとか、そうそう、いろいろ選べるみたいだったので、私がこれ買った時は、4色ぐらいしかなかったと思うんだよね。うん、だから結構部屋にもぴったり合った色味のものが見つかると思います。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。いつもとちょっとまた DVD の並び方変えたんで、ちょっとそれ見てるだけでニヤニヤしちゃってますね。はい、ちょっと一人伝えごっこをしたいと思います。さよなら。